はいどうも、森です。今回は明治安田生命 J1 リーグ第12節湘南ベルマーレ対アビスパ福岡戦のマッチプレビューをやっていきたいと思います。さあ、まずはアビスパ福岡の現在の順位と対戦成績を確認していきたいと思います。ご覧の通りになっております。アビスパ福岡は現在勝ち点14でリーグ順位は8位となっています。直近5試合では2勝1分け2敗。アビスパ福岡も得点力不足に悩まされていましたが、前節は FC 東京相手に5発大勝をしています。またここまでの失点数は7と、サガン鳥栖とともにリーグ最少失点となっています。リーグ戦3戦負けなしと調子が上がってきているチームですね。そして湘南ベルマーレとアビスパ福岡の直接対決の直近5試合の対戦成績はこちら、0勝1分け4敗です。直近5試合はリーグ戦で勝てておらず、アビスパ福岡は苦手としていますね。今季ルヴァンカップの開幕戦では勝ちましたが、アウェー戦では逆転負けをしていますし、昨年のリーグ戦アウェーでも逆転負けをしています。そしてアウェーのみでの直近5試合の対戦成績はこちら、1勝1分け3敗となっています。直近でアウェー戦でアビスパ福岡に勝っているのは2012年となっています。アビスパ福岡相手にリーグ戦でなかなか勝てるイメージがありませんね。前節大敗してしまった湘南ベルマーレが調子を上げてきているアビスパ福岡相手に、今節どのような試合を見せることができるのか注目していきましょう。さあ、続いて今節の湘南ベルマーレの予想スタメンとアビスパ福岡の前節のスターティングメンバーを確認していきたいと思います。まずは湘南ベルマーレの予想スタメンはこちら、フォーメーションは352でやると予想しました。ゴールキーパーは谷選手、3センターバックに杉岡選手、大岩選手、山本選手、ウィングバックに畑選手、石原選手、アンカーに米本選手、インサイドハーフに山田選手、バラダ選手、そして2トップに瀬川選手、タリク選手という布陣を予想させていただきました。前節の清水戦で脳震盪の疑いで交代した田中選手、そして腕が負傷してしまった町野選手をメンバー外と予想をしました。さらには長木選手が練習復帰をしているそうなので、そろそろメンバー入りしてくるのではないでしょうか。一方、アビスパ福岡の前節のスターティングメンバーはご覧の通りになっています。フォーメーションは 4-4-2、 ゴールキーパー村上選手、フォーバック七選手、宮選手、奈良選手、前島選手、中盤4枚北島選手、前選手、中村選手、ジョルディ・クルークス選手、そして2トップ山岸選手、ファンマ・デルガト選手という布陣になっております。やはりジョルディ・クルークス選手、ファンマ選手には直近やられているので、ここは抑えていきたいですし、山岸選手、ルキアン選手に関しては前節2得点ずつ奪っているので警戒をしていきたいですね。2戦連続の大量失点は許してはいけません。さあ、そして今節の見どころです。今節の見どころはこちら、気持ちを立て直せというところを挙げさせていただきました。やはり前節の大敗からどう立ち直っていくのか注目をしていきたいですね。まず守備面の見どころとしては、前線の個の力に対応できるかというところを挙げさせていただきました。ポイント一つ目としては、前節同様に2トップに警戒です。前節は見事に鈴木唯人選手に1枚2枚と簡単に剥がされてしまい、ボールを奪うことができないシーンが目立っていました。今節も山岸選手は裏をつくのもうまいですし、自身でドリブル突破してフィニッシュに持っていくのもうまい選手です。そしてもう一人はフィジカルの強いファンマ選手。この2枚に対して簡単に剥がされないような守備対応が必須となってきます。そしてポイント2つ目は、ハイラインとリスク管理です。これも前節同様ですね。今節もしっかりラインをコンパクトにしてハイラインで戦っていくと思いますが、最終ラインの裏を狙われた際の相手フォワードとの距離感、味方のカバーなどで一発でやられないように修正をしていかなくてはなりません。
アビスパ福岡は前節の FC 東京戦で裏へのパス1本で山岸選手が得点を奪い、その後も裏への1本のパスでルキアン選手が得点を奪っています。今節も確実に湘南のハイラインの裏を狙ってくると思いますので、同じような失点をしないようにしていかなくてはなりません。そしてポイント3つ目としては、一歩でも寄せ切れというところを挙げさせていただきました。裏を狙う攻撃だけではなく、福岡にはミドルシュートが上手い選手がたくさんいます。ルヴァンカップでもやられてしまいましたが、距離があっても寄せ切らなければミドルシュートを沈められてしまいますし、前節はそのような失点はありませんでしたが、最近ではミドルシュートの失点も多いので、90分気持ちのこもったインテンシティの高い守備対応を見せてほしいですね。さあ続いて攻撃面の見どころとしては、連動した攻撃とフォワードの積極的なシュートというところを挙げさせていただきました。まずポイントの一つ目としては、アビスパ福岡はリーグ最少失点。現在アビスパ福岡はサガン鳥栖と並んでリーグ戦7失点と最少失点となっています。直近5試合の失点を見ても、広島戦のアディショナルタイムのクロスからの失点以外に関しては、バックパスのミスだったりシュートのディフレクションで入ってしまったシーンなどで崩されて失点しているシーンはほとんどありません。この硬いアビスパ福岡のディフェンス陣をどうやって崩していくか、攻撃時の連携が試されますね。そしてポイント2つ目としては、ルヴァンカップでの連携というところを挙げさせていただきました。ルヴァンカップアウェー戦の福岡戦では非常に素晴らしい崩しを見せていました。縦に早く仕掛けてもなかなか固く崩すことができないので、しっかり左右に揺さぶりゴールに迫っていってほしいですね。特に注目していきたいのは、インサイドハーフの選手がどこまでボックス内に入っていけるかというところには注目をしていきたいです。さあそしてポイント3つ目は、フォワードの積極的なシュートです。一番重要なのは内容より結果です。最終的にシュートにすらつながらないパスを選択するのであれば、積極的にシュートを狙っていってほしいです。特に最近目立つのは、ボックス内まで侵入したにもかかわらずバックパスやクロスを選択するシーンが非常に増えていることは気になってしまいますね。狙える場所ではもっとシュートの選択肢を出していってもいいのではないでしょうか。大敗した次の試合です。気持ちを切り替えてしっかり戦えるのか、そのまま負け越してしまうのか、ここで結果を出すことは非常に重要になってきます。全員が気持ちを全面的に出すような試合を期待しています。さあそして最後に、今節相手チームの注目していきたい選手を1名ピックアップさせていただきます。今節の注目プレイヤーはこちら、山岸優也選手です。今節も2トップでスタメン出場するであろう山岸選手、裏への抜け出し、ボールへの反応は非常に速く、得点感覚に優れた選手ですね。現在ここまで3得点とチーム内得点王となっており、直近2試合で3得点を挙げています。湘南相手に3試合連続ゴールを狙ってくると思いますし、ここをしっかり抑えられなければ前節のような大惨事になりかねません。湘南の3センターバックが試される大事な一戦となります。現在絶好調のアビスパ福岡の山岸選手に注目です。ということで、明治安田生命 J1 リーグ第12節湘南ベルマーレ対アビスパ福岡戦のマッチプレビューをやっていきました。大敗後の一戦、中3日とはなりますが、ここで立て直すことができるのか注目していきましょう。それではご視聴ありがとうございました。この動画が良かったなと思ったらチャンネル登録、高評価してくれると嬉しいです。皆様からのコメントもお待ちしております。また次の動画を楽しみにしていてください。バイバーイ。